日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら米田コーヒーが監修したお菓子5品を食べたいと思います。まあ正確に言うと一つ違うのが混ざってるんですけど、なんか森永がこれ米田コーヒーとコラボしたというより監修を受けた商品、お菓子が販売されるので買ってきました。まずこちらが白ネージチョコボール。同じく白ネージじゃない、白ネージじゃない、白ノワールだ。で間違える。白ノワールをイメージしたサンドクッキー、そしてこちら黒ネージをイメージした小枝、さらにキャラメル、コメダブレンドをイメージした味です。でこれは違うんですけど、コメダブレンド、コメダコーヒーが販売している飴玉も、まあ、間違って買ったと言いますか、気になったから買ったと言いますか、で買ってきました。ではまずは森永お菓子の定番チョコボールからいきましょう。ちょっと待ってくださいね、開けとけばよかったかな事前に。でこれは、あ、はい、落とすと嫌なのでちょっと、はい、中から白いチョコボールが出てきました。さすがは白ノワールをイメージしてるだけのことはありますね。では味も白ノワールになっているのか早速食べていきたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。まあさすがに米田のボリュームまではだけど、しっかり美味しくできてるでしょ。どうかしら、満足してくれた。まあ確かに米田のあのボリュームがお菓子できたら5つ一気に食べるのは無理でしょうね。だけどそれでも十分満足させてくれますよ。まろやかで時にちょっと苦くて、お手軽に持ち運べる米田コーヒー、また行ってみたいな。ただあそこのサラダはキュウリが入ってるからって何の話をしてるんだ、全く関係ない話にずれてるずれてる。はい、もっと元に戻っていく。お菓子の それぞれの味がどれぐらい美味しかったかはこの後すぐに話しますね。ではごちそうさまでした。最初に食べた白ノワールチョコボールはかなりミルクの甘さが強いホワイトチョコでコーティングされていて、で中にやはりピーナッツではなくビスケットが入ってます。ビスケットが入っていることにサクサクとしたデニッシュ生地をイメージしているのでしょうか。まあビスケットはサクサクといえばザクザクでしたけどね。なので白ノワール特にクリームの部分を強く再現した商品だと言えます。で次に食べたこちらの小枝クロネージュは苦味中にもまろやかな甘さがあった、コリコリとした食感が美味しかったです。いい感じにクリームとバウムクーヘンのチョコ部分が混ざっていましたね。なので通常のお店のクロネージュとはまた違った味わいがあってよかったです。でこちらの白ノワールサンドクッキー、これは外側のクッキーは甘さ控えめで、中のホワイトアイスの部分のイメージしたであろうクリームもチョコボールに比べると少し甘さは抑えられていました。なのでデニッシュのどちらかではデニッシュの香ばしさを演出しているようなサンドクッキーと言えます。でこちらのコーヒー森永コーヒーキャラメル、米田の、はい、中からこのように個包装になったキャラメルがいっぱい入っています。で当然ですよね、それは。で噛むと通常のキャラメルだったら甘みがかなり出てくるんですけど、コーヒーブレンドなので苦みがかなり強かったです。なのでだから甘すぎないキャラメルが好きなのであればおすすめできますね。キャラメルの苦さ、キャラメルの苦さとはまた違いました。こう、朝食べると目をすっきりさせてくれるような甘さでしたね。甘さじゃないわ、苦さだ。で、ちょっとずれます。ちょっと森永コラボとはずれますけど、こちらの米田コーヒー店の飴玉、これも
中からこうやってこう包装になったあれが入って、裏側にはなんかコメダの秘密というより豆知識が書かれていますね。まあ少々ここめくらないといけないので見るのが面倒ですけど、でどちらも苦味がかなり強い飴なので、ちょっとすっきりしたいなと思った時にパクッと舐めるといいでしょう。そう思いました自分は。愛されて50年、1968年ってことは5年ぐらい前に出たんですね。だとしたら今はもう愛されて55年か。長いですね。で今回食べた米田コーヒー監修お菓子の中だと、このチョコボールが一番甘さとまろやかな味わいを楽しむことができて好みだったので、代表として5点とさせていただきます。はい、それでは森林浴、ロケット落ちても森無事か。いや絶対無事じゃないでしょ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。